本日はですね、アークテリクスのベータジャケットのいいところ、悪いところをご紹介していきたいなと思いますということなんですけども、ネット皆さん見てみてください。アークテリクスのレビューってなかなか見当たらないんですよ。パッて見たら、セレクトショップのアークテリクスこのベータジャケットが入荷しましたみたいなレビューは結構あるんやけども、いいことしか書いてないんですよ。それは当たり前ですよね。売るためやから、いいことしかやっぱ書けないじゃないですか。いや、これちょっとここ微妙なんですよ、さっき。それはビームスのページ見てもないし、どっかのセレクトショップ見ても、入荷しましたとか、ゴアテックス搭載ですとかっていうのは書いてあるけども、じゃあこれ微妙なところは使ってるユーザーはどうなんてなったりしたら、確かにわからんなって感じなんで、いろいろネット見たけどわからんかったんで、ご安心ください。僕のめちゃくちゃ感性の高いフォロワーさんに確認させていただきました。どれが悪いですか、どこがいいですかみたいなところをバーッと出させてもらったんですよ。ほんならめちゃくちゃ通な意見もあれば、すごいこれは初心者の人にも合わせやすいというか、初心者の人が納得できるような声もあるなっていうことなんで、ご紹介していきたいなと思います。まずはこのベータジャケットですよね。なんでこういう動画が需要あるかっていうと、入荷したら迷えないんですよ。これ入荷した時点で速攻で買わんとなくなっちゃうんですよね。だからもしかしたらこれ今アークテリクスの店舗で見てはる人もいてるかもしれない。いやもう今買わなあかん、でもデメリットが分からへん、なんかちょびひはしてる、よし見たれと思ってパッと見てるかもしれないけど、ご安心くださいませ。もういいこと悪いことズバーっと言っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずはですね、僕178cm66kg で、M サイズで着用しております。サイズは多分これがジャストでしょうね。普段よりワンサイズ下で OK で、今回フォロワーさんからいただいたお声でサイズに関してのことってあんまりなかったんですよ。何が多かったんかというと、まずじゃあいいところからいきたいなと思います。いいところから行こうと思うんですけど、めちゃくちゃ軽い、軽さ軽量がもうとんでもないぐらい軽くて、なんでなんかというと、見てもらったら分かりますよね。裏地がないんですよ。だから、まあ、一応裏地っちゃ裏地ないけども、この裏地を貼ってない、2枚目貼ってないっていうことなんで、それによってめちゃくちゃ軽いんですよね。で、アークテリクス系のやつ全部そうなんですけど、こういったジャケットはくるくるくるってしてったら、これぐらいコンパクトになるっていうところなんで、コンパクトであってさらに軽量である。だから普段持ち運びはせえへんとしても、クローゼットとかにかけてても全然邪魔にならへんっていうところがね、このアークテリクスのベータジャケットのいいところなんですよ。ちなみにこのベータジャケットの前っていうのはゼータジャケット、ゼータ SL、 名前をちょっとずつ変えながら進歩してきてるっていうのがこのジャケットなんですけども、大体一緒ですわ。性能的にはほぼ一緒。そして次のお声があったのっていうのが、やっぱり何合わせてもコーディネートできるっていうところやったんですよ。まあ例えば今回みたいに、まあ、モノトーン黒黒で合わせました、全然問題ない。じゃあ例えば他にもこういう感じでちょっと白のねワイドパンツ面でボッて合わせていってももう全然 OK やし、で他には同じ黒は黒でもちょっとカーゴパンツみたいな感じ、まあ、今ちょっとあるじゃないですか、ミリタリーとかあるから、アウトドアとミリタリー合うんかなって言ってもそれはもちろん合うんですよ。まあ、ちょっとこうカジュアルな感じで行く時なんかはもうこれぐらいねパンツ太くても、まあまあこれはありじゃないですか。でね、今回レビューするにあたってビームスの人ってどんな着こなししてんねやろうなと思って、ビームスのおしゃれな店員さん見たんですよ。おしゃれが過ぎすぎててもう僕ら真似できない。なんかこういうなんかパイロットみたいな永遠のゼロみたいなやつつけてる人って、これは僕ちょっと真似できないと思ったんで、あくまでも普通の一般の人が普通に着るんやったらこれぐらいが許容範囲ですよね。おしゃれとか言ったらなんかショートパンツのダボダボのやつ履いたりとか、こういう永遠のゼロスタイルっていうのもあるんやけども、ちょっと僕には無理なんで、それはちょっとやめときましょうと、あくまで一般ピーポーが着てる感じでいきましょうと、おしゃれじゃない人が着てる感じで言うたらまあこんな感じですよねと。で他にもちょっと綺麗めに行くんやったら、まあこんな感じでね、もうグレーのパンツ履いて、まあ、これでちょっと仕事行きますみたいな、これでちょっと出社しますみたいな、もうこれ全部トップスは全く同じなんだけども、パンツ変えたりちょっと小物入れたりするだけでも全然違うっていう、この何にでも合わせれるっていうところがめちゃくちゃいい。カジュアルからフォーマルまで行けますよっていうお声もあったし、まあ、それはなんでそんなことができるんかっていうと、やっぱりこれに尽きると思うんですけど、シンプル、とにかくシンプルに作られてる。見てください、この何もない感じ、ここにこの骸骨みたいなロゴがあるだけやけど、あと何にもないですよと。確かにそうですよねって、ここのフードのところにちょっとアークテリクスとか書いてあるけども、これ以外何にもないんですよ。でこの何にもないのに7万円ぐらいするんですよ。高って感じないけども、何にもないからこそ7万円するっていうところなんですね。余計なものを省いていった結果これになるんですよと。確かに言いたいことは分かります。このファスナー、ダブルファスナーにしてくれへんかと、シングルファスナーじゃなくてダブルでやってくれへんかって思うんやけども、これはシングルはシングルでの良さがあるんですよね。ファスナーのシングルにしようがダブルにしようが値段からしたら倍も変わりません。ほんまに何十円かの違いです。だからそれダブルにするコストは全然できると思うけど、あえてなくしてるっていうところがこのベータジャケットだと思うんですよ。他に言うと、これはちょっと昨年までのモデルを持ってはる方とか、そのちょっと前までのモデルを持ってはる方に限るところやと思うんですけど、今僕着てるのはこれ2024年の新型のベータジャケットなんですけど、これはちょっともうちょっと古いベータジャケットになってます。でこのジャケットの張り腰の感じと
今回のでいうとこっちの方が張り越しあるんですよ。でこれに関してはなんでなんかっていうと、新しいゴアテックスになったからではなくて、生地表地を変えてるんですよね。ゴアテックス自体も新しくはなってるんですけど、この生地はゴアテックスではないですから。ゴアテックスはこの中にフィルムが入ってるので僕らには見えてないのでね、ゴアテックスが新しくなったかどうかって触って分かる人は絶対いけないので、まあ、これは分からないと。ただ表のこのナイロンの生地っていうのを少しこうマットな生地にして、少しちょっと張り越しがある、厚みがちょっと出たっていうところになってるので、確かなんでニールか忘れたけどちょっと分厚くなったんですよ。そういうところによって張り越しがあって、シンプルで軽いのは継続したままなんやけど少し高級感が出てるっていうところが今の新型2024年の最も新しいジャケットの特徴なんですよね。でそれによってどうなるかっていうと、所有感を満たしてくれる。マウンテンパーカー迷子なってましたと、僕いろんなマウンテンパーカー買いましたと、最初は安いイオンモールから行ったんやけど、次には百貨店行ったりとかノースエース行ったりいっぱい買いましたと。でその中で最初行き着くとこっていうのはやっぱシンプルに行くんですよ。で僕らも年になってきてるから、やっぱり年齢とともにおじさんもごちゃごちゃできなくなってくるんですね。おじさんやのにごちゃごちゃしてる、若作りしてるなんて言われたりしたくないから、まあ、そういう時なんかちょっと安牌求める日なんかはもうこのベージュジャケットでいいじゃんということでいいとこになってたんですけども、このあたりはセレクトショップさんのブログ読んでても大体出てきます。このあたりに関してはね、新しく変わりましたよ、悩んですよって言うんやけども、いやいやちょっと待ってよと、デメリットこれは口が裂けてもセレクトショップの人は言わんから、それをちょっと言っていきましょうよと。じゃあ店員さんが言わないこと、まず一つ目、価格が高い。これすごいスペック高くて真のゴアテックスを搭載してるんです。ただ値段高いんですよね。絶対言わないですよね。そんなこと店員さん言ってたら、お前そんなこと言わんねえから売ってこいって言われるから言わないんですけど、値段は高い。それはただ7万円が高いっていう話ではなくて、このスペック要は余計なものを省いたにもかかわらず7万円なのかっていうところなんですよ。だから要は価格と性能が見合ってるのかっていう話になってて、別にそれが10万円であっても20万でもコスパ安いやつもあるじゃないですか。20万円のにこのクオリティで20万なんっていうのもあれば、7万円にしはちょっと割高に感じるかなと。他のアウトドアブランドとかやったらこの性能で言うと5万円ぐらいかなっていうところなんで、そういうところで見ると7万が高いとか安いとか低いそんな話じゃなくて、性能と比較した時に少し割高に感じるっていうところがお声がありました。ベータジャケットのデメリットその2、これも店員さん言わないですね。これね、暑くなっていたらね蒸れるんですよ。ゴアテックスやからって言って、まあ蒸れにくいとは言うんですけど、ベンチレーションないんですよね。絶対言わないですよね。これもう一個上のランクに行けばあるんですよ。それがベータライトウェイトジャケットっていうやつになると、このベンチレーション、この脇のとこピュッて開けると、こっからねこうやって湿気とかを逃がしてくれるベンチレーションがついてるので、いらないときは閉めとく、いるときは開けるっていうのは対策できるんですけども、これも少し割高になってます。これがですね、お値段が8万5000円ということになっておりますので、多分このねデメリット言ってくれた人はそんなこと分かってるんですよ。ベータライトウェイトジャケットについてるよと、そんなこと知ってんねんけども、ベータジャケットのデメリットとしては、まあ、これぐらいの価格帯にやったらベンチレーションつけてほしいなっていうところがね、まあちょっと2ですよね。もう製品の性能の価格と実際の販売状態と見れる人やから、そういう本質見れる人じゃないとこんな話出てこないから、これはちょっと2な意見やなと思います。であとそれ以外にやったら、例えば人と被る、結構このベータジャケットってどこで売ってるんかわからんぐらいすぐ売り切れるんですよ。またなくなったでって言ってすぐなくなって、すぐ入荷してまた売り切れるっていう感じなんで、なかなか買えへんねんけども、よく人と被るんですよ。どこに売っとってんと、なんかこうどこにも売ってへんくて探してんねんけど街中でよく被るっていうね。あ、どこで売ってるのか教えてほしいんですけども、なかなかこう買えない割に人と被るんですねっていうところがありました。でそこも被ってはくるところなんですけど、なかなかこう買えないと、そもそも転売屋の人とか買ったり、特にまあアジア圏の人ですねっていうのが結構買い占めてはったりして、まあ、実際問題メルカリとかで高値で出たりするんですけども、まあ、そういうところが、僕自身もアメリカのロサンゼルスで行った時にアークテリクス行ったんですけども、ほとんどアジア圏の人らやったんですよ。ヨーロッパとかアメリカ人いてないんですよ。ずっとアジア人がずっと店の中にいてるみたいな感じだったんで、まあ、特にアジアでやっぱ人気なんかなというふうには思います。で日焼け止めをねつけたらね、ここが真っ白なるっていうお声があって、それはねほんまその通りだと思います。っていうのもなぜなんかというと、このチンガードって、このチンの部分、顎の部分あれですか、ここってねマイクロフリース使われてるんですよ。でこのマイクロフリースっていうところがすごい汚れとかつくんですよね。だからファンデーションとか、あとそれ以外にやったら日焼け止め、まあ男性の方がファンデーションあんまりおらんかもしれないけど、ここの顎のところにめちゃくちゃつくんですよ。でこういう例えば黒の普通のナイロン部分っていうのはあんまつきづらいんですよ。もし仮にその方がここもつきやすいよっていうことであれば、僕使ってる日焼け止めは比較的つきづらいんで、それも一応ここに貼っときます。ただここはつくと思います。このマイクロフリースの部分はどうしても白く
くなったりすると思うので、ここは避けようがない。もうこの生地に関してはちょっとどうしてもついちゃうっていうところなんで、これも使ってて日焼け止め塗らへんっていう人もいてるかもしれんけども、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。まあこれも店員さん言わないですね。ここね、日焼け止めつくんですよ絶対言わへんねんって感じだけども、そんな感じになって、 で次が、まあ、これはねやっぱり僕の視聴者さん全国にいてるからやなと思うんですけども、まあ、都心はわりかし買えんねんけども、田舎でなかなか買われへんっていう、田舎で買おうと思ったらそもそもアーク売ってる場所ないよっていうことになるので、まあ、僕出身が奈良なんですけども、奈良県内でもやっぱアークテリクス売ってるとこって結構限られるんですよね。で大阪とか行けばそれは梅田とかでどこでも直営店があったりするんやけども、なかなか奈良とか長崎とかね、あんまり言ったらいや嫌われるかもしれないけど長野とかね、ちょっと見当たらへんかもしれないので、まあ、そういうとなかなかこう買える人はすぐパッと買えるんやけど、場所によっては買えない。特にオンラインなんかもっと買われへんから、まあ、そういうところがね、運よく店舗に行って買えるっていうところが御の字じゃないかなと思います。でちょっとこれは2の人の考え方に次はなってくるんですけど、何なんかっていうと、この要は6万円後半7万円ぐらいするっていうジャケットであれば、この価格帯やったら裏地を C ニットバッカーにしてほしいっていうお声があったんですよ。ただこれはねもう C ニットバッカーになってるモデルなんですよね。でこれもそうやし、あとライトウェイトジャケットも C ニットバッカーになってて、 C ニットバッカーで何やねんって話だけど、裏地の部分っていうのが肌に当たってもこうベチャーとならへん。よくなんかカッパとか着てたら腕のとこにベチャーってつく時あるじゃないですか。今ね僕ね長袖の上に着てるから直接地肌に当たることないんですけど、多分半袖とか着た時ってこの裏地べったりつくじゃないですか。でそれが C ニットバッカーっていう、まあ、ニット素材になってるんですよ。よーく見ると裏地をよく見たらこうもこもこってパーカーとかみたいな感じでもこもこなるから、肌にこう当たる時に弾力があったり肌触りがいいとかっていうことにつながるんですよ。だからなんか知らんけどこのマウンテンパーカー着てる時はなんかべちゃっとせえへんねんな、なんでか分からへんなってなったら、大体そのニット素材が使われてることが多くて、それによって肌触りとかこう肌に当たる感じが不快感がないっていうのになってるんですけど、まあ、そういうのもちゃんと採用されてますよっていうのが、前回までは確かこれ30デニールの表地だったんですよ。あの表地がね80までの張り越しが出るようになって、さらにこう C ニットばっかも採用されてるよっていうこともありましたんで、まあ、これはねもしかしたらいつのモデルかわからないんですけども、昔はそうやったんかなっていうことになってます。今見たら C ニットばっかになってたんで、より裏地もクオリティとしては高くなってると思うんですけど、まあ、それでも他のブランドやったら5万かなと思うので、まあ、少し高いんかなというふうに思ったりもします。これも2な人の話なんですけども、もう少しハイグレードを求めてしまうっていうことでね、それは何なんかっていうと、これまだもうちょっと上があるんですよ。でそれ何かっていうと、ゴアテックスのプロバージョンっていうのがあるんですよね。もう一個ランクとしては高いところで、他多分上げれるとしたらもうそこしかないと思うんですけど、他のファスナーとかやったら、確かにこの防水のファスナーって YKK から出てるこのファスナーが止水ファスナー使われてるんですけど、このファスナーのもう一個上位モデルっていうのがエクセラ、 YKK にもエクセラっていう高級ラインがあるんですよ。ただその高級ラインは止水ファスナーがないんですよね。だからもしファスナー変えるってなったらもう防水じゃなくなってくるので、ってなったらゴアテックスが使えなくなるんですよ。ゴアテックス使おうと思ったら防水であるっていう証明がいるので、まあそう考えたら多分このファスナーはもう変えれない。で表地に関しても、まあ、今この80デニールにアップデートされてるんですけど、生地感としては多分前回より生地にすればいい生地で使われてると思うので、まあ、ここはまだ上げれるあれはあると思うんですけども、そことあとゴアテックスをプロに持っていく、まあ、これぐらいしか多分できひんかなと思うので、まあ、それができるとグレードとしては一番グッて高くなってくるんかなと思います。でその時にね、アルファ SV っていうジャケットあるやんけと、ゴアテックスプロでアルファ SV があるやんけと思われる方もいらっしゃるんですけど、アルファ SV になってくるとね、まあ、15万ぐらいするんですけど、値段は多分それぐらいになると思います。ゴアテックスプロ使ったらまあ15万円ぐらいはすると思うんですけど、そうなってくるとベンチレーションがついてきたりとか、あとこれ一番デメリットなんですけど、ここのファスナーないんですよ。もうここのポケットないんですよ。全部こっちとこっちしか、ここしかなくなってくるんですよね。だから僕も持ってるんですけど結局使わないんですよ。なんでってこれがないから使いづらいんですよね。ここしか使わへんっていうのって登山では確かに役に立つんですよね。登山のこのカチンってこう締めるやつがあるから、その時はいけるけど、僕ら街中でもっとグレード高いの求める人とか所有感も欲しい人とかからしたら、ここにポケットがあるっていうのがでかいなと思います。で人によっては、いやいや街中でオーバースペックやからいらんってっていう人もいてるけど、それはね車と一緒なんですよ。車もね、ファミリーカーって全然いいわけなんですよ。もう別に高速だってそんな飛ばせないし、下道だって60キロまでしか飛ばせないわけですよ。だけどポルシェとかがあるわけじゃないですか。あれって飛ばす用途じゃなくて自分の所有感を満たすとか、あとは高級車ベンツなんかもそうやけども、あんなん買ったってスピード一緒やんと。別にそんな速くベンツやから200キロ出していいとか、ランクルやから12乗っていいとか、そんなことないんですよ。ただそれは所有感を、自分の所有感を満たしてくれて、また仕事頑張ろうとかね、またなんかそういう夢に向かって頑張ろうとかっていうところになるので、まあ、そういうところで言うと
別にオーバースペックかオーバースペックじゃないかっていうのはあんま関係のない話になってて、自分がどれを求めるかってなったら、まあ、もう少しハイグレードが欲しいっていうのであれば、まあ、ゴアテックスプロ、この形をベースに上げていって、まあ、ベータハイエンドモデルっていうのが出ると多分結構売れるんちゃうかなと思うんですけども、これアークテリクスの広報の方見てくれてます？見てないですよね。見てくださいよ、ほんまに頼みますよ。ぜひね、出していただけたら僕も多分購入するかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということがベータジャケットになっておりました。だからまあいいところもねざっとあるんですけど、まあ、悪いところっていうのはあんまりないんですよね。で実際問題、まあ、価格が高いっていうところもあるんですけど、もしかしたらこれとかやったら今パッてメルカリとか出したりしたら何本ぐらいなんやろ。まあ新品じゃないんでね、そんなに高くはないかもしれんけど、新型があんまり出てないです。新型やったら旧型は結構割りかし安いですね。これ安いやつ偽物かもしれんから分からないですね。すいません、アークテリクス偽物多いから分かりませんでした。14,500円とかで売ってるんですよ、新品が。まあ多分これ偽物臭いんで、ジャケットの偽物はとんでもないんでね、捕まえさせられると防水って言ってるけど防水じゃないから、雨とかめちゃくちゃ濡れてくるから、お前それ何のためにマウンテンバーガー着てるんでなってくるんで、まあ、気をつけていただきたいなと思いますので、まあ、以上が、ベータジャケットのいいとこ悪いとこっていう風になってるかなと思います。だから性能が悪いっていう声が一個もなかったし、それ以外にも使いにくいっていう声は一個もなかったんで、まあ、買ったら必ず満足はするんですけど、なかなかそもそもが買えないとかね。で、あとそれがようやく買えたとしてもちょっと人とかぶったりとかするとか、もっといいのが欲しくなあったりするっていうことで、まあベンツのゲレンデの、さっき車の話ばっかりしたけど、ベンツの車の年間 A クラス B クラス C クラス買ったら次結局はなんかゲレンデの G とかが欲しくなってくるみたいな感じだと思います。だから人間の欲ってもう限りないというか、やりだしたきりはないんですけども、まあただこれ買って間違いはないっていうのが皆さんからのお声っていうことになってますので、散々ねアクテリクスの歩行法の方、価格が高いとかハイグレード欲しいとか出してくれとか言いますけど、僕は一切思っていません。これは僕のフォロワーさんが勝手に言ってる話ですので、一切僕は思ってないんですけど、代弁代わりに言わせていただいただけになってます。僕の本心は全く思ってないんですけども、そういったお声がありましたよアークテリクスさんっていうことになってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで本日はですね、アークテリクスのベータジャケット、いいとこ悪いとこを紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。